皆さんこんにちは、田中彩香です。私は現在オーストラリアのクイーンズランド州にあるブリティッシュ大学にビジネス留学をしています。今は大学が期末ということで、学生のみんなはレポートの執筆や試験の勉強にですね、大変追われているところです。私もまさに今ちょうどこのパソコンを使って期末のレポートの執筆に追われていました。ちょっと大変な時期ですね。皆さんは留学というとつい英語をこの話すとか聞くっていうところのイメージをしがちだと思うんですけど、実際に海外に留学すると全部英語でやり取りしますから、もちろんレポートも全て英語ですね。その英語の書くということに対するイメージはあまり分けづらいのではないかと思います。そこで今回は海外留学中の英語を書くというのはどういうことか、また英語を書くために私がどのような工夫をしているのか、そういったことをですね、お届けしていきたいと思います。今回も皆さんの普段の英語学習のキーになる学習のアドバイスもお届けしますので、ぜひ最後までチェックしてみてくださいね。まずは日常生活の中の各シーンをお見せしていきたいと思います。例えばこちらをご覧ください。こちらは私が同じフラットのルームメイトの仲間に日本食を作って日本食パーティーをしようというふうにお知らせのですね、貼り紙を作った時のものです。広告を切り抜いて手書きで書いて冷蔵庫の前に貼っておきました。こちらの紙の下の方を見ていただくと、お酒のボトルの横に BYO っていうふうに書いてあるのが見えますでしょうか。こちらはですね、オーストラリアやニュージーランドでよく聞かれる表現なんですけど、Bring your own の後ろに、bottle が省略されていて、つまりの自分の飲み物は各自で持ち込んでくださいね。飲み物は私は用意しないので、みんな自分が飲みたいジュースだったりお酒だったり何でも好きなものを持ってきてくださいねという表現になります。オーストラリアではレストランの中でもこのように BYO っていうふうに書いてある看板がよく見ます。これはもちろんレストランの方でもお酒は提供するんですけれども、自分で好きなものを用意してお店に持ち込んで飲んでもいいですよっていうような風習があるんですね。このように地元のローカルの独特な文化だったり言い回しだったり、そういうものを体験できるというのもやはり留学の醍醐味の一つですね。さて、それでは学業面での英語を書くというのはどのような感じなのでしょうか。先ほどの日本食パーティーの貼り紙のようにサラサラサラと書いているかというと、そういうわけでもありません。私はいつも英語でレポートを書いた後に大学の仲間 English Help というサービスに行って英語のですね、チェックをしてもらいます。これはですね、簡単に言うと英語の論文の指導をしてもらえたり、他にもプレゼンテーションの練習だったり発音の練習をしてもらうサービスなんですね。それでは皆さんにですね、実際にイングリッシュヘルプの施設に行って紹介をしようと思いますと思ったんですが、ちょっと寮を出る前にみんな今アサイメントで忙しい時期なので、おやつをですね、置いていこうと思います。今日のおやつはですね、オーストラリアで有名なビスケットのカンパニーアーノットですね。私このビスケット大好きなんですけど、アーノットのこのキングストンというビスケットを置いていこうと思います。ちょっとメモも残します。で、日本にですね、 Help yourself、 みんな自分でお好きにどうぞっていう風に書きました。これを貼って置いておこうと思います。さて、それでは English Help に行ってみましょう。はい、ということで English Help の施設にやってきました。こちらにはですね、コンサルテーションルームという個別の相談するお部屋が全部で1つ2つ3つ4つあります。奥の方まで見てみましょう。さて、奥の方にあるこちらはですね、イングリッシュヘルプを紹介したポスターになります。このイングリッシュヘルプの1回45分のコンサルテーションはウェブで予約制なんですけれども、私のように自分が書いた英文を持ち込んで検索してもらえる他にも、英語の発音練習や英語のプレゼンテーションの練習、また英語学習に関する全般的な相談を受けてもらえたりなどして、私たち留学生にとってはとてもありがたいサービスですね。それでは私が実際にイングリッシュヘルプで受けた英文の添削例をご紹介します。こちらはオリンピックの開催に関する授業でですね、私が書いたレポートの一部です。実際の添削例を見てみると、まず文の始めにはですね、
方が必要です。なぜ必要かというと、ここでは日本のオリンピック招致委員会のメンバーがというふうに限定しているからですね。そして日本オリンピック招致委員会はですね、 Japan Olympic Committee ではなくて Japanese Olympic Committee です。そしてこの後がなかなか自分でも気づきづらいポイントだったんですけれども、私は In order to see と書いたんですけれども、 see だと、ちょっと軽く会うみたいなニュアンスになってしまうそうなので、ここはきちんと約束をして会う、目的があって会うというような意味合いを込めて、 In order to see よりも In order to meet with の方がより良いということでした。こうして全文で、日本オリンピック招致委員会は IOC の全部で103人のメンバーに会うために世界中を旅しましたという正しい英文を作ることができました。こういったちょっとしたニュアンスの違いだったり、ちょっとした監視のミスだったりとかってなかなか自分では気づきづらいものです。ですので私もやっぱりこのイングリッシュヘルプのサービスを利用してよかったな、第三者に見てもらって安心したなというふうに感じました。それでは今回の英語学習アドバイスです。今回のアドバイスは、自分が書いた英語を第三者にチェックしてもらおうです。もちろん自分で英語を書くたびに毎回誰かに見てもらうというのはちょっと大変ですよね。けれど定期的にで良いので、自分が書いた英語を誰かに見てもらうことで、自分が使っている単語、表現、文法、そういったものがきちんと伝わる英語になっているかなということをチェックしてもらうことができます。簡単なのは学校の先生や友達に見てもらうこと、また友達と交換し合うことですね。そうすることで自分が犯してしまいがちなミスだったり、自分が使えている語、使えてない語というものがどういったものなのかというのを知ることができます。またさらに良いのは、自分が書く英語の癖をあまり知らない人に見てもらうこと、できればネイティブの人だったり英語の指導をするプロに見てもらうことが一番ベストですね。そうすることで自分が書いた英文を客観的に自分自身でも見ることができて、皆さんの英語を書く力というものがぐんぐんアップしていきます。ということで今回の英語学習アドバイスは、自分が書いた英語を第三者にチェックしてもらおうでした。皆さんこれからも英語を書くということも意識して、ぜひ学習頑張ってくださいね。私も英語のレポートの提出がいよいよ大詰めです。これからまたまた頑張って追い込んでいきます。それでは今回はここまでです。また次回お会いしましょう。さよなら。